Tamara and I'm at Kobe right now in Kobe, and this is one of the famous Kobe beef steakhouse. And then, no. Okay, so now back to Chinese like Mandarin. 就是有关于就是神户牛呢，其实是因为在古代大概150年前的时候，神户开港的时期，然后呢，外国人来到神户呢，一定会要吃就是神户牛。那为什么神户牛特别？原因是因为神户牛是一种叫做淡马牛，那这种淡马牛是经过比赛之后呢，才会就是。得了奖了之后呢，才会就是才能够就真的成为神户牛的。那对，那个150年前的外国人呢，就是来到神户之后呢，就非常喜欢吃神户牛，就觉得这是一个非常好吃又的牛，就像是你去花莲，然后要吃花莲麻糬的感觉是一样，然后就是个名产。所以这样子传承了的历史，然后到现在呢，他们来神户还是会吃神户牛的。那对，特别推荐这家店神户牛吉祥吉，谢谢大家。OK， 这样就结束了。はい、何されてるんですか。あ、実は私あの台湾から の, あのブログをやっててブログがやっています。のあのすごく美味しかったんです。あの紹介していただいて、すいません、勝手になんか投稿しやってしまして、でも本当に素晴らしい、そういうなんか評価も高いし、もう絶対台湾の方も好きそうですから、ありがとうございます、はい、また、はい、お願いします。ありがとうございます。お休みですか、今。そうですね、あの今旧就活という、そうです、あの家族も私、はい、たくさん、ね、るんで、そうです、私、はい、日本に住んでいます。家族がわざわざ、はい、そうなんですね。そんなことはないです。でも本当にそれを、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、こちら吉祥吉グループはですね、神戸牛の取り扱いは世界一のレストラングループでございます。世界一ですか、はい、世界一です。日本で48店舗ありまして、全部の店舗で神戸牛を分けるので神戸牛リーズナブルで、おお、素晴らしい。カトラニコアも世界一の最高の神戸牛使ってますので、はい、これ何年のも、はい、何年、これはですね、あのブロンズ像は専門店として信頼をいただかないともらえない、すごく貴重なブロンズ像。あー、なるほど、はい、どこにでもあるブロンズ像で。金色ですね、すごく、はい、金色です、すごく重たいです。ピカピカです、はい、もうどこにでもあるものではないのでありがとうございます、はい、またよろしくお願いいたします。じゃあ、あのこれは、はい、こちらはですね、神戸牛の品評会で入賞した神戸牛ですね、1等賞した時にもらえるトロフィーでございます。じゃあこれはまさかの丹麻地牛、はい、田島牛、丹麻地牛、はい、田島牛、その形はこういう、はい、黒色ですか。黒色ですね、黒毛和種、黒毛和種になりますので、まあ、その中でも世界一厳しい基準をクリアしたものが神戸牛になれます。へ、はい、その中の最優秀の神戸牛、最優秀の、はい、あ、じゃあ先ほど食べたその、はい、サイロンもこういう牛からの、はいはい、そうですね、こういう牛からですね、非常に優れたものを厳選してお出ししてますので。なるほど、美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。まずぜひお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあねー。あ、名前は、はい、よろしく。中ほどと申します。中ほどさん、はい、中ほどです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。